さあ、ということで、今日はですね、山川の人的保障の問題でですね、一番最初に出て、和田の、動画を撮って、その後、海野の動画を撮って、というところで、速報性をね、重視しながら、佐々木チャンネルをお送りしましたけども、今回ですね、まあそこからね、いろんな問題が起きて、まあいろんなニュースが出てきて、っていうところで、まあ、佐々木自身も個人的にいろんな方に話を聞きながら取材しながらっていうところで、まあ、じっくり、準備段階をしましてですね、そして満を持して、今日の、この一連の人的保障問題に対する、動画を、佐々木が、撮りたいと。思います。ということでですね、せっかく佐々木チャンネルで取り上げるっていうことを考えればですね、ひょっとしたらきつい言い方にもなるかもしれないし、そこまで言わなくてもっていうところがあるかもし、れないですしね、もうそれはもう忖度なく、はっきりと別に好きとか嫌いとか、そういうことで、佐々木は常に発言しているわけでもないですし、佐々木が思うこと、感じること、どうすればいいのか、どうだったのかっていうところを、包み隠さず、解説、していきたいと思います。ということで ですで、もう何があってもホークスファン、そして、何があっても和田のファンですっていう方はですね、きつい発言になれば、気分を害する可能性が、あったりですね、あとは、そうですね、もう何かしらの何でもいいから文句を言いたくなるような可能性が出てきますので、私は、そういう可能性があるという方はですね、今すぐ、動画の視聴をやめてください。ここからは見てるあなたも自己責任です。その後になって誹謗中傷はやめてください。ということで今回もですね、まあそれ誹謗中傷だろうとかね、なんかその SNS に書き込んでる人もいるとかっていうニュースも聞きますけども、誹謗中傷と批判は違いますからね。誹謗中傷とはね、相手そのものの人格に対するマイナス発言や、攻撃ね、批判とは相手の発言や行動に対する反論という意味で使われますというところで、さっきもここは明確に、ね、違いをつけながら喋、りたいと思いますので、私は心苦しいですっていう可能性が出る方はですね、ぜひ視聴をやめていただいて構いませんので、無理して見ることじゃないんでね。あとは、もちろんですけども、ネットメディアの皆さんは、勝手な転用はやめてください。それではスタートです。里崎チャンネル。さあ、ということでですね、まあ、今回の山川の FA に、伴う人的保障の問題で、まあ、ね、一番最初の速報っていうところでは、スクープね、日刊スポーツが報じましたけども、まあ、いろんな人に聞いたり、いろんなことを取材したり、まあ、皆さんもね、ネット記事いろんな媒体から、出てますけども、ほぼほぼやっぱり日刊スポーツの記事は事実だったんじゃないのかなっていうね、ところは、まあ、確信が持てるところはあります。まあ、ですが、まあね、それをね、この動画の中で全て 100% 確定して話すっていうところはないんで、まあ、例え話になったり、そうなったんだったらという仮定、そして想定のもと、喋らさせていただきますけども、まあ、ほぼ事実だったんじゃないのかなっていうところは感じるところであります。で、多くの皆さんがね、その、プロテクト情報が漏れてるのが問題あるっていうんですけども、プロテクト情報は漏れてません。だって、じゃあ28人全員誰がプロテクトされて、プロテクトされてないかってわからないでしょ。ただ、和田が、このニュースがもし想定ね、事実として想定して喋るならば、和田がプロテクトから漏れて、西武ライオンズが人的保障に和田を指名したっていう情報が出ただけで、それはプロテクト選手名簿が漏れたわけじゃなくて、でしかもなんで漏れたんやっていうところになりますけども、まあね、この報道が、事実だとするならば、その後のね、GM がね、和田が自主トレをしているところに、飛んでいって、直接ね、この人的保障に選ばれたっていうところを伝えるっていうところになれば、その行動がね、世に出るわけですから、GM 和田のところに飛んだよと、でしかも和田のところにも自主トレのね、取材に行ってる記者もいるでしょうしね。そういったところに行くっていうところの行動がね、誰かしらに漏れたら、ひょっとしたらって、まあ思いますよね。で、そっからいろんなね、関係者もね、いろいろいるわけですから、球団の関係者もいれば、和田が、もしくはね、本人が誰かに相談したとかね、っていう関係者もいるわけですから、そうなってくると、球団内部だけの関係者じゃないっていうことを考えれば、どっかしらね、漏れる可能性はあるっていうことを考えてもですね、まあ、この、で、まあ、報道各記者もね、やっぱスクープっていうところが取りたいっていうところを考えればね、
プロテクト選手の名簿が漏れたわけじゃなく、そういういろんな行動のもとで、もしこれがね、もう電話一本で済んで、そこから誰にも相談しなかったってなった時にね、そこまでひょっとしたら漏れなかったかもしれない。それで漏れたら内部の人かもしれないけども、こういうふうに大型な人が動きながら行動して、で、いろんなね、県外を越えてっていうところで、一対一でね、話し合うっていうところでは、その出向いてっていうところになれば、それはまあね、何かしらの漏れるね、情報は、もしくは行動は多々あるというところでは漏れたんじゃないのかなっていうところがね、感じます。そして、まあ、あの監督会議でもね、岡田さんがプロテクトワーク28人はそれは難しいよっていうところもあったりですね、まあ、いろんなホークス関係者の皆さんがプロテクトを選ぶことは難しいよ、28人撤廃してほしいよってね、いう声もちらほらありますけども、このね、FA の人的保障問題っていうのは昨日今日決まったわけじゃないんですよね。もう数十年前から、ね、FA ができた時からこのね、FA の年数ね、取得年数っていうのは、まあ、海外国内ともにね、大学そして高校出身とともにいろんな変化もながら今の形になってきてるけども、この人的保障問題っていうのは FA ができた時からずっとね、ずっとある問題であって、何を今更っていうね、ところがありますよね。でしかもね、この佐々木チャンネルでもそのね、西川の人的保障問題でオリックスを28人を決める、ね、山川の人的保障問題でソフトバンクの28人を決める、ね、当事者じゃない里崎たちもね、スタッフも含めて袴田さん含めてみんなでね、選んだ時に、当事者じゃない俺らでもめちゃくちゃ難しいのに、それは当事者はそれは難しいでしょうねっていうね、それはめちゃくちゃ難しいと思うよっていうね。でもそれは別に分かりきったことを何今更言ってんですかっていうね。でしかもそれがね、これはもうみんなのスポーツの中でも、言いましたけども、人的保障を出すのが嫌なんだったら、まあ大げさなこと言えば別に FA の選手を取らなきゃいいだけで、 FA の選手、まあ A ランク、 B ランクの選手を取るっていうことは人的保障がついて伴うっていうのはもう十数年もね、数十年前から分かっていること。でもその人的保障を出してでもその FA 選手を欲しいと思ってるから FA を取るわけで、別にそれを人的保障が難しいから選べないって言うんだったら別に FA 選手取らなきゃいい簡単な話なわけですよ。でしかもね、これさっきも言いましたように、みんなのスポーツで言いましたけども、 FA の選手を多く取ってる球団が人的保障をやめてくれって言っても、それはもう筋違いで、それは世の中通らないでよ。それは FA 選手を取るようなね、それはお金を出してね、高年俸で取ってくるような可能性が高い、そして FA を取ってる回数が高いチームの皆さんは、関係者の皆さんは、それは人的保障をやめてほしいって、それは言うよ。マイナスでしかないからね。でも逆に言うとね、今回だった西武とか、広島とか、過去にも FA でね、いっぱい出ていったチームの、皆さんからしたらね、 FA で出す回数が、出す選手が多いチームが、いやもう人的保障やめましょう、いりませんよと、もうこういうシステムやめましょうよって言うんだったら話は通るんですよ、筋は通るわけですよ。でも FA で取るチームの人たちが人的保障やめてくれって言っても、それはもう筋が通らないんでね。でそう考えたら、どっち目線で喋るっていうのもあるけども、取るチームの関係者目線で喋るっていうのはちょっと違うんじゃないのかなと。でね、この、まあ、佐々木は前の動画でもね、まあ、1、2年目の選手はどうかと思うけど、だから1、2年目の選手は全員プロテクトしなきゃいけないとともに、人的保障の人数を33人に増やすのはどうかなっていう動画を出しましたけども、無条件で人的保障を40人とかね、35人とか45人とかにしようっていうね、もし意見があったならばよ、そんだけプロテクトしたら誰も余らないのよ。そしたらもうね、合ってないようなルールになるのよ。この28人っていうのが絶妙に使える選手が出るなっていうところにね、なってくるん でそう考えると、その人的保障をなくそうっていう意見は、ね、先ほども言いましたけど、何回も言いますけど、西武とかね、広島とか過去に FA でいっぱい出ていく選手がいるようなチームから声が上がらなければ変わりませんよって、でもそれが筋ですよって佐々木は思いますけども、ライオンズファンの皆さん、カープファンの皆さんはどう思いますか。そしてね、前の動画の時も言いましたけども、まあ、人的保障をやめて、ドラフトの指名権にしてはどうかっていうね、ところのアイデアも佐々木出しましたけども、なんでもね、アメリカは人的保障なんかないとかってね、なんかもうメジャーのことばっかり言う人いるけども、それだったらもうね、根本の全部を変えなきゃいけなくなるから、その覚悟をお持ちで皆さん言ってますよね。でしかもその全部を変えていきますよねっていうところで、佐々木が最低でももし人的保障をやめるとすれば、変えなきゃいけないことで言えば、これはもうね、絶対やらなきゃいけないのが FA の、自動化。これは何回も言ってますけども、現状日本では FA 宣言するものであり、
アメリカは、ね、FA 選手なるものだからね。だからもう全員もう FA になった瞬間に全員が自由契約になってフリーに契約できるっていうようにすればいいわけよ。でもその代わり何回も言いますけども、デメリットではね、自動戦力外になるっていうね、可能性が出てくるっていうところで、多分選手会は人的保障はなくしてほしいっていうところがあるけども、この自動 FA にしようっていうところの議論に踏み込めないところなんじゃないのかなっていうね。それ選手を守るっていう立場でね、自動戦力外になっちゃうからね、 FA 取った瞬間に。あとは FA 取った瞬間にあの年俸が一気に著しく下がるっていうね、可能性も出てくるっていうね。だから昔な日本ハムがしたノンテンダーみたいにね、一気に年俸が下がってしまうっていう、この乱高下もね、一気にビッグネーム、長期契約っていうところもあるし、一気にねもうダウンっていうところもあるんで、そこら辺の乱高下があるっていうところで、ね、もしくはセルフ戦力外になるっていうところで、選手会がちょっと一歩踏み出せないんじゃないのかなっていうところはあるけども、ね、もしやるとしたら人的保障をなくすとすれば、もう FA をね、全員もう FA になるもの、FA 権取った選手は全員自由契約になる。で、そして12球団と、そしてメジャーの球団と交渉できるようになるっていうね、ところに、まずするのが一つ。そして、ドラフトの完全ウェーバー化。はい、今は1巡目はね、入札制度っていうところで、重複すれば、くじ引きでね、誰を取れるか当たるっていうところもありますけども、そうすることによって戦力の均等化が図れるんで、FA の自動化とともに、もしドラフト権のね、譲渡なんかをつけるっていうところを考えればですね、ドラフト指名の完全ウェーバー化、これはね、アメリカメジャーリーグもやってるわけですから、メジャーのようにっていうんであれば、それもね、一緒に賛同していかなきゃいけない。そして FA が自動化することによって、金満球団ね、お金を使える球団が圧倒的に戦力を補充できるっていう可能性も十分出てきますので、そうなってきればやらなきゃいけないのが贅沢税の導入ね、アメリカでも贅沢税を導入して、昨年かな、今年このオフも含めてか昨年だったと思うんですけども、贅沢税のね、まあいろんな基準があるんで、そこら辺はね、あの調べてみてくださいっていうところはありますけども、贅沢税をね、導入して、そしてまあ8チームぐらいがね、30チームぐらいの中で8チームが贅沢税払ってるらしいんだけども、でもその贅沢税っていうのは他の球団に分配するのじゃなくて、世界のね、野球の振興に当てていくっていうね、ところで野球をね普及させるために使ってるんで、その贅沢税を取ったからって言って他の12球団に分配して、お金を回そうって言うんじゃないんですからね。だから日本もそういう風な贅沢税を取って、日本でねなかなか野球公園で野球できるね、ところが少ない、特に都心部では少ないんでね、そういったように公園の中でも野球ができるようにネットを立ったり整備に当てるとかね、もしくはあの地方ね活性化のために、もしくは海外のねアジアの野球のね普及のために、野球道具を送ったりとか野球設備を作ったりとか、もしくは野球の指導者を派遣したりみたいなね、こう世界でね WBC も盛り上がったわけですから、世界で野球が普及していくため、日本でそしてね野球人口の低下に伴い、もしくは公園で野球ができない、野球を身近にするために、もしくはね、いろんな今回ね能登の津波地震ありましたけど、そういったところのね寄付、に当てるとか現金に当てるとか、もしくはそういったところで野球教室していくとか、イベントするとか、まあ、オールスターはねするっていうところも決まってますけども、そういったような贅沢税を、日本そして世界のね野球普及に当てるっていうところで贅沢税を導入しなきゃいけないっていうところが一つ、まあ、っていうところをあの全て変更していくと、人的保障問題っていうのもなくなってくるんじゃないのかなと。まあその中でね FA が自動化されるんで、年俸が高い選手安い選手、限らずね、それこそあのマネーボールじゃ、ないですけど、セーバーメトリックスなんかをね、用いて、そんなにね、年俸は高くないけども、非常に優れた能力がある選手っていうのを探し出して、ビリービーンじゃないですけども、そういったねチーム作りをできるっていうね、メリットっていうところもあるんで、そういったところを全部やれば全て解決できると思いますけども、そんな人的保障だけやめようとかね、取られたくないから取るのはいいけど、取りますけど取られたくないとかね、そういうなんかわがままっていうかね、自分たちの強者の論理じゃないですけども、そういったところの議論に落ち込むっていうのは、あの自分たちさえ良ければいいっていうね、考え方になってるん で、しかもですよ、まあ、昨年で言えばですよ、日本ハムから、近藤がね FA で来て、人的保障で田中正義が選ばれた時に、どうですか多くの皆さん、まあ、1年経ってもそうですけども、その時も田中正義良かったじゃんと、ソフトバンクでいても出れないから日本ハムで行ったらねいいところで出れるんちゃうかとか、もしくは怪我さえなければいけるけどどうなんやっていうね、今年のね、和田がねもし選ばれたとするならば、その時と同じようにね、いやこんなん人的保障廃止やっていうところがね、同じような議論になりましたかと、ニュースになりましたかとね、
ダブルスタンダードじゃないんですかと、この選手だったら人的保障賛成だけど、この選手だったらダメってね、それはちょっと違うんじゃないですかと。で、過去に至ってもね、だからロッテだったら涌井の人的保障で、小野ね、文也が来てロッテでも活躍、しましたし、阪神から広島赤松とかね、巨人から DeNA の平とかね、あとは巨人から広島の一岡だったりとか、巨人から中日の小田康平もそうかな、で昨年の田中正義とかね、そのまあもちろん全てが全てね、人的保障で移動した選手がその移籍先でね活躍できるっていうところじゃないですけども、その人的保障のおかげで自分の居場所をつかんだり、移籍先でねハッピーな生活を、ハッピーな野球選手としている試合ね、自分のパフォーマンスっていうところを生かした選手もいるわけですから、別にね自チームはねいないよりいた方がいいから、宝の持ち腐れじゃないですけども、抱えたいっていう気持ちはわかるかもしれないですけども、そうやって移籍してねバラ色の野球人生を送った選手たちもいるわけですから、全てがね悪じゃない。でもこの選手はいいけどもこの選手はダメっていうね、ダブルスタンダードだったら意味がないっていうね、1年違えばね、全く言うことが変わるっていうところではね、それはちょっとねルールに対しての文句っていうよりも自分の感情が赴くままに喋ってる可能性もあるんでね、そういったところはどうなのかなと思いますけども、どうですか、皆さんはどう思いますか。まあ、というのがね、まあ、大枠の話で、まあ、今回のねじゃあ話になっていきましょうっていうところで、まず最初にね里崎チャンネルでのプロテクト選手言いましたけども、であの時も和田の動画の時も言いましたけども、和田をプロテクトから外して和田取られないと思ったって本当に思ってたんだったら本当にやばいと思う。 100% 選ばれるよ。で仮にね今年の西武で考えると、西武の一番の補強ポイントはリリーフやと、リリーフが取りたいとってなった時によ、じゃあプロテクト28人ねプロテクトされて名簿が来ましたって言った時に、いやリリーフ埋めたくてリリーフ欲しいけどリリーフ空いてないなと、それはホークスだって相手のね、西武のウィークポイントはリリーフやから、リリーフの選手はプロテクトせよって言ってね、そうしてるはずだよね。いや、余ってないなと。野手見ても欲しいところが余ってないなと。いや、取る選手おらへんな。おい、和田あるやん。で、しかも和田はね、昨年ホークスで8勝と、2番目の勝ち頭。で、2億円っていうね、そんなめちゃくちゃ高いわけでもない。で、あの時の動画でも言いましたけども、まあ、竹内ね、隅田、佐藤とかね、左ピッチャーのめちゃくちゃいいね、アドバイザー指導者、あとその選手としても見本になるっていうね、人間性もいいっていうところでは、チームにとって2億円の和田っていうのはめちゃくちゃ安い。正直それを和田を選ばれると思わなかったっていう人はね、多分ね和田を舐めてるね。正直和田っていう人間の野球選手としてもね、人間としても、そして、野球人としてものクオリティの価値っていうのを考えたら、2億円だったらめちゃくちゃ安いよ。正直チームに与える影響を若手たちの見本っていうね、技術の習得っていうねところに考えたら、これをね2億円の和田を取ると思わなかったってね、和田の評価がどんなに低いんやと思うんだよね。俺だったらもう、いやラッキーじゃんって言ってね、その取るのも当たり前なのよ。正直それをね取ると思わなかったとかね、嫌がらせなわけじゃないじゃん。超貴重なもう生きたレジェンド教材なんだから、それ取るよ。取るわけなかったとか、取ったら嫌がらせやって、どういう発想がそうなるんやとは思うけども、取るよ。だから俺は動画の時も言ってたけども、ベテランでも今宮とか和田とか中村晃とか、それはもう抑えとかないと、それは取られますよ。まあ取られてもいいんだったらっていうね。あとは取られると思わなかったって、プロテクト外してるってことは取られてもいいと思ってるっていうことだから、よくなんかちょっと矛盾するんだよね。正直ね。だからそれがまずね、まあ一番のね、球団の大失態っていうところと。で、次にね、まあこっからはこのね、FA の人的保障問題の根幹をね、揺るがすかねないっていうところで、まあ正直ね、この野球規約っていうところにも載ってんだけども、選手はね、まあ、FA の人的保障に選ばれた時に、まあ、それをね、拒否する権利もあるんだよ。その代わり、資格停止選手になるんだよ。資格停止選手っていうのは、任意引退よりも罰としては重いんだよね。正直もう、選手として永久追放みたいなね、感じになっちゃうわけ。でもそれはね、権利だから選べるわけ。いや、FA で行くぐらいだったら、引退しますっていうね、これは別に正当な、権利だわけ。だからそこでね、球団が情報がもし正しかったとするならば、焦って西武ライオンズに買い込んだっていうね、ところがありますけども、これがもし本人がね、本当に辞めるって思ってんだったら、まあ別にそれはそれでいいと思うんだよね。自分の権利だ。
からね。でも球団がそれに対してあたふたするっていうんだったら、それだったらね、まず最初にプロテクトね、そんなレジェンドにはプロテクト外すけどいいかと。で外して仮に選ばれるかもしんないけど、俺は選ばれないと思ってるけども、選ばれたら移籍になっちゃうけどそれでも大丈夫かと。そしたらもし本人がね、いやそれだったら引退しますって仮に言った時にね、いやそれは困るんやって球団が思った時に、そしたらもうプロテクトしなきゃいけないよね。それやっぱ事前のすり合わせにいるよね、そんなレジェンドなんだったら。それどうでもいい選手だったらね、もしくはまだ実績もない選手だったら、そんなね事前のね工作っていうのはいらないかもわからないけども、それを全くねしなかったっていうね、ところも球団としての大問題だしね。だからもう当の本人はね、そのもう引退しますっていうのは別に認められてる権利だから、その、まあ、認められてる権利っていうか、まあ、資格停止選手になるからね、そちらを選ぶっていうね、ところは別に認められてる権利だから、俺はそれはそれでいいんじゃないのかなっていうところはね、まあ、そこで引退っていうところになっちゃうけどもね、あるけどもね。でそっからね、ここから慌ててじゃあ西武ライオンズに、いや本人が選ばれたらもう引退するって言ってるから選手変えてくれってなったらよ、ここまで。そしたらもう来年以降他の球団もレジェンドみたいな人はもうわざと外してればいいのよ。外しとけば、外しててよ、でもし仮に選ばれなかったらラッキーだよね。だって外してて若手ね、出したくないところもね、だから実質上の33人ぐらいのプロテクト枠みたいな感じになって、アイラッキーみたいな感じになるけども、で仮にもしそういうレジェンドが選ばれたら、すいません引退するって言ってるんで変えてください、でもうそしたらプロテクトでも何でもないじゃんっていうね、正直ね。だからもうね、そう考えたら当該チーム同士でやったらダメなんだよ。もうこれはね、これをの抜け道をなくすためには、まずFA 選手を取ったっていう A っていうチームは、そのプロテクト枠を NPB に提出、 NPB が真ん中に入って、NPB がその名簿を受け取って、そして B っていう FA 出ていかれたチーム、人的保障を取れる権利があるチームにその出すとね、 B っていうチームで、 B っていう選手は選んだ選手を NPB に報告する。そして NPB は A っていうチームに伝える前にもう発表です、公示です。だからこの A っていうチームはね、まあ今のソフトバンク、ソフトバンクはNPB が発表するまでわからない、誰が選ばれたか。でそこも裏工作なしっていう、しっかりね、裏工作したらもっと一緒になるからね、発表しますと、それはもう移籍しなきゃいけない、もしくは引退しなきゃいけないっていうところになれば、そういうね、なんかこう裏工作みたいなね、合ってないようなルールみたいなところがね、なくなるんで、そういったところはもう東海チーム同士じゃなくて NPB を挟んでね、そうやってやることによって、こういう問題は二度と起きないんじゃないのかなと。でもっと球団はそのね、レジェンドだったらね、そういう選手にはプロテクト外して選ばれたらどうするか言ってくれるかと、引退します、じゃあいやそこまでは困ると、そこまでは俺らも責任を負いかねないと、じゃあもうプロテクトするっていうね、すり合わせはやっぱやっとく必要があったのかなっていうところを考えたら、やっぱ球団のね失態って言われても仕方ないし。でそれでね、まあ、今回で言うと、まあ、情報によるとね、まあ、それもねどこまで本当か分かんないから、まあ、想定の範囲内で喋るけども、でそっからね行った時に、まあ、最後ねカイノが選ばれたんだけども、絶対カイノはねプロテクトされてたと思う。だって一番さっきも言ったように、西武が一番欲しいのはリリーフ、リリーフって考えた時に、もうカイノなんて井の一番でプロテクト 100% されてるわけでも、和田をやめてくれって言った時に、それはもうプロテクト内に選手だったとしても、西武が言ったらそれはダメですって言えないよね、ホークスも。だから今回の一番の被害者はね、カイノだったかも分かんないよね。まあだからこっからカイノが西武に行って、非常にめちゃくちゃ素晴らしい活躍を見せる可能性もね、もしくは守護神になって西武のタイトルを取るかもしれないからね、まあ未来は分からないけども、まあカイノがホークスにどこまでの愛情がねあったか分からないけども、通常ならば FA でね、の人的保障で移籍するね、ことはなかったかも分からないけども、まあそういう風に誰かが誰かのケツを拭くっていうね、球団の失態をね、まあ、全部カイノがね背負ってね、行くことになってね、まあ、カイノ投手には頑張ってほしいっていうところはあるけどもね、誰かがね、ミスをすれば誰かがねそれをケツを拭かなきゃいけないっていうところを考えたらね、今回はカイノがねその役になったのかなっていうところもあるんでね、全部がなんかもううんっていう感じだよね。だからそこら辺はもっと球団がリードを持ってやっていかなきゃいけないっていうところもあるし、引退しますっていうのもそれは自分の権利だからね、それは別に間違いじゃないけども、そういうことによって自分は自分の意思を押し通せ
るけども、それによって誰かが誰かのね、穴埋めをしなきゃいけないっていうところを考えればね、そういうルールっていうのもやらないようにしないと誰かがマイナスになるからね。そこをまあね、その NPB としてはしっかりそれを統括していかなきゃいけないっていうところもあるし、そのね、選手会側っていうところもね、その人的保障をやめろっていう前に、まず今のルールをだから適正にね、選手が行われなきゃいけないっていうことを考えればね、和田にとったらそれは良かっただろうしね、でも変えるのにとったらどうなんやっていうところもあるし、そこはね、選手会も選手に肩入れすることなくて、一個人として選手をね、平等にね、扱うことによってどういうふうなことがね、やっぱ誰かがプラスになれば誰かがマイナスになったっていうことは事実なんだからね、まあ、ここからね、変えるのが頑張ればね、それをまた払拭できるっていうところもあるけども、それはもやもやっていうね、してるところはあるでしょうね。ほら、それは本人言わないだろうけどもね、関係者も含めてね。でもこれでいいのかっていうところはね、選手会は考えなきゃいけないから、こういうことがないようにね、まあ里崎案が俺は一番いいと思うけどね。今回で言うとソフトバンクが名簿を NPB に出して、 NPB がその名簿を西武に伝えて、でそこから西武は選手を選んで NPB に提出して、その NPB が、公式発表すると同時にホークスに伝えられて、でその選手が行くか引退するかを決めるっていうね、ところがまあ一番平等で、あとあとズルズルしたことも起こらないし、正常な人的保障のね、この FA のルールっていうところにね、なるんじゃないのかなと。それは選ばれたら引退しますなんか言われたら、それはまああれはビビるよ、正直ね。俺が球団社長でもね、ビビると思う。だからこそ、その事前にそんなレジェンドなんかには、そういうね、何回も言うけども、外して選ばれたらどうするというところのね、一声っていうところ、配慮っていうところがね、必要だったんじゃないのかなと。だから全ては球団のね、失態だったんじゃないのかなと。それを全て買いのがね、背負ったっていうところはあると思うのがね、佐々木の、見解でございます。だから変えるんだったらね、全てを変えなきゃいけないし、こういったところもね、誰かがプラスになればマイナスになるね。でチームとしては、まあ、西武はね、和田が来てくれたら、まあ、来てくれたらね、いろんなプラスもあったけども、まあ、カイノっていうね、存在は西武の、今年優勝するに向けてはやっぱりリリーフ強化、もしくは守護神になる可能性もあるっていうところになれば、かなりプラスになるからね、そういったところでは、まあ悪くはなかったんじゃないかなというところはね、事前の回の動画でも、触れたところでございます。というところがね、この1年に対する、佐々木の、取材とかいろんな人に話聞いたりとかっていったところのね、ところを総合して、まあ、想定の範囲っていうかね、まあ、想像の範疇っていうか、まあまあ、なかなかね、確定して喋りたいところもありますけど、まあ、そこら辺はふわっとね、喋ったところではありますけども、皆さんね、どう思いますか。またいろんな話が来ればね、キャンプに行ったりしたところでは、付け加えてまたね、喋る機会があれば、喋りたいと思いますし、まあ、少なくてもね、言えるのは日刊スポーツのね、情報は、全て正しかったっていうところがね、所属してるから言うわけじゃなくて、いろんな人の、日刊と関係ないところの人とかも、いろんなとこ取材したり話したりしてもね、やっぱ間違いじゃなかったんだなっていうところはあるんでね、しっかりお伝えしておきたいと思います。ということで、佐々木が今回の FA 人的保障問題で、調べたこと、感じたこと、思い考えっていうところをね、述べさせていただきました。視聴者の皆さん、どう思いましたか。ぜひコメント欄でお待ちしてます。それでは。